民主憲政会福山市選挙区選出の的場豊です。昨日に引き続き質問を行います。まず、観光行政と伝統工芸、伝統産業の振興について質問をいたします。広島県はものづくり県であり、特に県東部のビンゴ地域はオンリーワンといわれる伝統を持つ産業が集積をしています。しかし、後継ぎ問題や労働力が確保できないことなどにより、存続が危ぶまれている老舗や中小零細企業の町工場が存在をしています。私も地域を歩くたびに、いくつもそうした状況に遭遇し、非常に危惧しているところであります。伝統工芸や産業、歴史と伝統のある老舗といわれる地域性や独自性のあるものが一度廃れてしまうと、再興するのは非常に困難を極めることは容易に想定ができます。今回の豪雨災害も相まりまして、もう店を畳んでしまおうかとならないように政策を展開していかなければなりません。現代社会においては、大量生産、大量消費のためのグローバルな流通経済も必要ですが、もう一度我が地域を見つめ直し、域内経済のコンパクトな循環型の流通システムや、地産地消の仕組みを作り、観光行政の活用も合わせて、伝統や歴史、老舗といったものを守ることが求められています。いみじくも、今年は浅野市の広島城への入城と、水野市の福山藩への入峰が、ともに400年という節目であり、記念事業の実施もさまざま検討をされております。また、来年2020年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催されるという時期であり、広島やビンゴ地域、福山を宣伝する絶好の機会と捉え、浅野ルートや水野ルート、そしてビンゴものづくり担保ルートなど、歴史、伝統、文化のストーリー性を持たせた観光ルートの開発と、伝統産業、伝統工芸、和菓子等の商品の PR を検討してはどうかと考えます。現在、観光、特に外国人観光客には、体験的価値にお金を払うこと消費が注目されていますが、今後はそこからさらに進んで、匠ルート、つまり消費者がものづくりの現場である生産者を訪れ、生産者が自分の言葉で直接ストーリーを伝えていく、そういった究極のこと消費観光にシフトしていくと言われております。そこで、観光施策と産業振興の両面から検討し、伝統やストーリーを伝えられるよう、行政がそのつなぎ合わせや仕組みを作ることが必要ではないかと考えますが、生産者の技術、技能やストーリー性に着目した観光ルートを形成していくための予算、施策を検討しているのか、商工労働局長にお尋ねいたします。商工労働局長。近年、地域ならではの歴史、伝統、文化等を体感できる、いわゆること消費といわれる旅行ニーズが高まっており、伝統産業などにおけるものづくり体験も魅力的な観光素材として活用できるものと考えております。このため、例えばビンゴ地域においては、福山にある創業100年余りの染物関係企業における染物体験、府中にある味噌蔵の見学など、観光客と生産者が交流し、体験することができる観光素材の磨き上げを行っているところでございます。また、外国人観光客に向けましては、外国語で案内ができるなどの受け入れ環境が整っていることも重要であることから、例えば英語による解説を行いながら、夏季の水揚げ体験と海からの厳島神社の参拝がセットになった外国人向けの体験型観光プログラムなどの開発にも取り組んでいるところでございます。しかしながら、観光プロダクトの数は未だ十分ではないことから、来年度も引き続き体験プログラム作りに取り組む市長や民間事業者等への支援を通じた観光プロダクト開発を行っていくとともに、
テーマやストーリーでつなぎ合わせた観光ルートを形成することによりまして、県内の周遊と滞在時間の延長を促進してまいりたいと考えております。委員長。的場委員。はい、だいぶ前向きに答えていただきましたので、そうしたまた潜在的なそうしたことの体験型をしたいと思っているところもたくさんあると思うんです。ぜひそれをつなぎ合わせてもっともっとこう魅力的なルートができるようにしていっていただきたいと思います。私自身も今の時代に伝統工芸や伝統産業が生き残っていくためには、企業努力もして、時代に合った売れるものを作ることはもちろん必要だというふうに考えています。ですけれどもそれができたとしても、販路拡大を図っていくためには、一企業だけでは限界があるのではないかなというふうに考えております。そこで県が旗振り役となり、例えば伝統工芸、伝統産業の商品のパッケージブースを作って、首都圏や海外などで PR してはどうかと考えますが、こういった施策を検討しているのか、商工労働局長にお伺いいたします。商工労働局長。本県には熊野筆や府中家具、ビンゴガスリ、松永の下駄、ビンゴ、畳表などをはじめとするさまざまな伝統産業があり、これらの特産品の知名度をさらに高め、販売を促進することは、産業や観光の振興の面からも重要であるというふうに考えております。そのため、県といたしましては、首都圏や海外での PR と販路開拓支援に取り組んでいるところであり、首都圏では情報発信拠点である広島ブランドショップタウンにおいて、工芸品等の販売に加えて、ビンゴの繊維産業や熊野筆の PR イベントを行うほか、首都圏の百貨店等で開催される伝統的工芸品店への出店支援などに取り組んでいるところでございます。海外におきましても、平成25年度から中国・四川省で行われる中国西部国際博覧会や、平成28年度の台湾の台中駅での PR イベントにおいて、本県のブースとして熊野筆やビンゴ畳表などの特産品を出展し、現地小売店などとのビジネスマッチングによる販路開拓支援を行ってきたところでございます。今後は東京オリンピック・パラリンピックの機会を捉えて、より積極的な PR や販路開拓の支援が必要と認識しており、タウにおいてこれまでの個々の産品産業の PR イベントに加えまして、県内の繊維、アクセサリー、化粧品、食器などの産品をファッションや美容、食などのテーマでパッケージ化した PR イベントの実施、外国人来店者をターゲットとした英文ポップ等による産品紹介や制作工程の体験イベントの実施など、伝統工芸品等のさらなる PR に取り組むとともに、引き続き首都圏の大規模商談会や海外の展示会への出展支援など、販路拡大に向けて取り組んでまいります。委員長。的場委員。はい、次に、昨年7月の豪雨災害からの早期の復旧・復興に向けて質問をいたします。県は災害後に、これまで約2210億円の補正予算を編成し、今2月定例会での補正予算と合わせ、2019年度当初予算で一般会計では約1082億円を計上をしています。県や市町の職員も懸命に業務を遂行しています。建設業界の人手不足もあり、災害復旧・復興に向けて工事がなかなか前に進んでいない状況はありますが、現場で作業に当たっている方々も必死に頑張っております。これからが復旧・復興に向けた正念場であり、広域行政を担う県として市町のバックアップや工事完了期間の延長、近接している工事箇所の抱き合わせ発注など、建設事業者が受注しやすい環境整備など柔軟な対応が必要ではないかと考えています。またため池の課題について、私自身2016年6月の東部豪雨災害において、福山市芦田町でため池の決壊が発生して以降、ため池対策の必要性を繰り返し指摘し続けてきました。今回の災害でも福山市駅屋町、府中市本山町においてため池の決壊が発生し大きな被害となり、私も実際にその被災現場を見て歩きました。本県にはため池が全国2位の約1万9600箇所あり、
今回の豪雨災害では福山市以外でもため池の決壊等が多数発生しましたが、発生原因を究明し根本的な解決を図り、将来にわたって安心して住み続けられる地域の再生を目指した地域改善につながる復旧復興にしなければならないとしてきたところです。そこで2018年度補正と今回の新年度予算においてため池の対策を検討し、補強、改修、そして廃止を予定しているそれぞれの箇所数について農林水産局長にお尋ねいたします。農林水産局長。ため池の対策につきましては、被災したため池の復旧に向けて約300箇所分を進めることとしております。また廃止対策といたしまして、平成30年度補正予算を含めて約130箇所分、さらに補強改修対策では平成31年度当初予算として約30箇所分をそれぞれ計上して予算計上しております。委員長。的場委員。それを進めるにあたりまして、やはり考えているのは、ため池を廃止しようとするときに、ため池は治水や水源寛容の役割も担っております。その後の水路や調整地はどうなるのかといったことも合わせて対策を講じなければならないというふうに考えております。その場合、ため池や森林を所管している農林水産局だけではなく、河川や道路、砂防を所管している土木建築局、環境への影響を検証するため、環境県民局とも連携をして対応する必要があると思っています。そこで、ため池の整備、廃止等を総合的に進めるための庁内の連携体制はどうなっているのか、農林水産局長にお伺いいたします。農林水産局長。ため池の整備や廃止等にあたっては、その多くが地域の共有財産であり、所有権などの権利関係を整理する必要が生じるとともに、治水や水源関与への影響も考えられることから、必要となる関連、周辺対策等に関しましては、まず市長が地域との調整を行っております。これらの調整が整ったため池から廃止等を行うこととしておりますが、現在計画しているため池は、貯水量が少ない箇所が多いことから、県が管理する河川などへの影響はほとんどないものと考えております。また、整備や廃止等に際して、周辺部を含めた生態系への影響などの調査や評価を一体的に行うなど、環境への配慮をしているところでございます。こうした県と市長の役割分担により、ため池の整備などを進めておりますが、今後新たに着手する箇所において関係部局等との調整が必要となる場合には、適宜円滑に実施できるよう連携してまいります。委員長。的場委員。はい、ぜひですね、やはりよく関係機関の局の中で話をしていただいて、ため池だけの問題ととらまれるのではなくて、全体的にその地域が、ため池から、それから水路から、そういったところはどうなるかというのは、よく検討していただきたいというふうに思います。先ほども言いましたように、ビンゴ地域、福山市は、ため池が多い歴史的、地域的課題と合わせ、河川や支流が数多く流れている地形となっています。今回の豪雨災害は、これまでため池や河川の整備予算が確保されずに放置されていたことにより、より大きな被害を引き起こしたことが要因ではないかと考えています。県の新年度予算では、箇所数と表現されますが、被災地域の方々は長年住み続けてきたふるさとであります。そのことを肝に銘じ、ため池の総合整備と合わせ、河川整備についても、本流の土砂、樹木の撤去だけでなく、支流の整備や水路、調整池、排水機場、ポンプ場の整備も含め、総合的な対策を講じ、地域改善の復興を進めていただくよう強く要請をして、私の質問を終わります。以上です。